どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。今日もね、本当にちょっとした、藤井風さんのことについてね、雑談になっちゃうんですが、お時間が、ゆっくりある方は、よかったらね、最後までお付き合いいただけたらありがたいなと思うんですが、ラブオールアリーナツアーっていうね、ツアーが、いよいよ、14、15、横浜アリーナ2日間で、いよいよね終わってしまうわけなんですが、僕もね3回福岡、埼玉、福井3公演ね参加させていただきました。非常にねいろんな経験させていただきました。本当にありがとうございます。横浜最後ね2日間参加される方、しっかり楽しんできてください。体調管理整えて、万全のね状態で挑んできてください。きっと盛り上がると思います。それからですね、今回ライブ、参加ねされた方々、僕ね何人かね、何人かっていうか本当たくさんの方、お会いできました。今回は本当ね僕も貴重な貴重なお時間をいただきまして、貴重な経験をねいただきました。本当にありがとうございます。ちょっとね前々からおっしゃってね言ってましたが、グッズをね今日も着てますが、グッズね、もしよかったらね、並んだりするの大変だと思います。横浜特にね、大変だと思いますが、なんかそういうアーティストのグッズ買ったことないって方、僕もねもともとそういうタイプじゃないですよ。グッズとかあんまりね率先して買うタイプではなかったんですが、やっぱりなんかこうね好きなアーティスト、この空気感応援してるアーティストのこうねグッズ、男性、僕みたいな男性でも中年の男性が、愛用できるようなものがあるってことね、なかなかねないと思うんで、ちょっとやっぱね恥ずかしい、着るの恥ずかしいなっていうアイテムが多いと思うんですね。割りかしね。なのでこう男性でもねこう愛用できる、普段からね全然着ちゃえるね、着てもおかしくないような、おしゃれな、使いやすいアイテムが多いと思います。男性女性問わずね、年齢問わずに、ぜひね横浜今回参加される方、グッズまだ買われてない方、ぜひねちょっと一つでもね手に取っていただいて、なんかみんなでねこういう場所で、共有共感できたらなって思うわけなんですが、ライブね僕いろんな方と会いました。やっぱねこれ着てる方もいました。みんなでねみんな一緒でみんな写真撮ったりとか、しました。なんかね前にも、前回のツアーの終わった頃に一度やったんですが、グッズのねコーディネート写真でも OK、 ディスプレイしてる写真でも OK、 顔がね写ってようが写ってなかろうが OK です。これねもう僕は加工しないでいい状態で写真をね皆さんからいただいて、なんか一個ね動画を作りたいと思ってます。ラボールのねアリーナツアーもうすぐ終わりますんで、今から写真を募集したいなと思いますんで、これ使ってくださいっていうね、これ使ってどうぞっていう写真がもしあれば何でもいいですよ。グッズが写ってれば何でも OK。 それからねうんちくんね、もう僕の動画の中でねおなじみの彼なんですが、これもね視聴者さんの方が、皆さんこういうのがある、これダンねキャラクターになっちゃうんじゃないかなっていうことで、教えていただいて、探しましてすぐ見つかったんですが、顔か顔名前かね迷いました。もともとねこういうの買うタイプではないと思います多分。だけど教えていただいて、なんかね僕こうハートがちょっとホットになった。なんかねこういうみんなでこうやってね共有できることっていいなって。藤井風っていうねアーティストを取り巻くこのねいろんなことが、なんかね艶っぽくね、なっていく、いいなって思ってすぐねゲットして、こうやって動画の中に登場させるとやっぱ反響があるんですね。私も買いたい、どこで買えますか、買いました、娘と一緒にね買いに来ましたとかね、嬉しいですよね。そういうのなんかこういいな、なんかいいなって思った。そしてね今回もそのツアーに行った時にね小学生ぐらいかな、小学生ぐらいの女の子とママと僕がねなんか誰かと写真撮ってる時に、わあ皆さん横切った方、女の子はこれ持ってましたね、皆さんの動画見て買ったんですって言って女の子は持ってた、小学生ぐらいの女の子は可愛かったですね。なんかああいうの見た時にね、わーってなんかいいなって思うんですよね。
思いますよね。なので、もう今回このうんちくんでもいいですよ。うんちくんも OK です、ね、うんちくんと一緒に撮って写真とか OK。 とにかくみんなの写真をバーッと集めて、動画1個作りたいと思いますので、ね、あの前回参加さ、ね、していただいた方はなんとなく要領は分かってると思いますが、インスタグラムね、概要欄に貼ってます。インスタグラムの DM でお写真を、募集します、縦の写真、横の写真、どっちでもいいです、どっちもいいです。なのでお写真ね、ぜひお待ちしてますので、まあ、とりあえずあのいつまでとかいうのはね、とりあえずまだ今決めてませんので、まあ、しばらくの間は、お写真ね、集めたいと思います。これから動画でね、何度か何度かご案内しますが、今日から、写真をね募集したいなと思います。よろしくお願いします。皆さんでなんかね、思い出になるような動画にしたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。それからね、19日いつもね、あの生配信毎月やってるんですが、こうね、お誕生日おめでとうってことで、2月の誕生日の方、このケーキを置いてね、ろうそくに火つけてみんなでおめでとうってことで、ね、やってますので、もしよかったら、19日、2月19日夜10時から1時間か1時間半ぐらいやりますので、ぜひね、あのお時間ある方はお集まりください。よろしくお願いします。藤井海さんのお話、全然関係ない話、いろいろねテーマとか決まってませんので、いろんな話をしていきたいなと思っております。よろしくお願いします。ツアーね、本当に終わっちゃう、それからしばらくね予定はないですとずっちさんがね言っておりました。本当かね、本当のところどうか分かりませんね、何が起こるかは分からないけど、まあ、それからリリースね、風さんの新曲リリースっていうのは、動きはね全く止まるわけじゃないと思う、リリースはあると思うんで、まあ、あのロスになってる人、元気なくなっちゃってる人、ツアーないんだってなんかね、あのちょっと覇気がなくなっちゃってる人たくさんいると思いますが、ダメですよ、ね、あの風さんの動きはあると思いますから、しっかりね、いつも通り、ポジティブに前向きに、なんかね、自分の心地いいこと、自分のしたいこと、自分のね本当に大事なことを、ね、優先していきましょう、ね、あのいつも僕ね動画で偉そうに言ってますが、本当そういうことですよね、思ったことが、思っていること、感じていることが現実になると思いますので、ね、心地いいこと、自分ね、自分らしい、これが自分って自分で生きていきたい、ね、それできる人はね、そういう風にしていきましょう。それからちょっと私事なんですが、ちょっと藤井海さんのね話とはね、ちょっと違う話になっちゃうんですが、ルイ君っていうね K-1 ファイター、大きな怪我をしまして、復帰戦みたいな感じで、九州のキックボクシングの協会のね大会、K-1 ではないです、 K-1 ファイターだけど、まあ、K-1 というステージではないんですが、九州の、まあ、そういうね、まあ、お世話になっている方、スポンサーの方など皆さんのね力もあって、だと思うんですが、まあ、ルイ君をメインイベントにしてね、大会がありました。エキサイティング九州、その KPKB というね九州のキックボクシングのグループの、そういうね団体、大会がアクロス福岡という会場でありました。僕ね、自分で仕事独立してフリーになって、なりましたんで、やっとね本当に彼の応援に、リングのそばで応援をねすることが初めてできました。いつもねアベマ TV とかで最後に試合ね終わってからの試合を見てたんですが、やっと応援してあげることが、ね、できたんです。なので本当にね、すごくすごく貴重な経験をしました。結果ね、彼、勝ちました。目の前で、ね、僕の目の前で勝ってくれた。本当に嬉しかったんですが、こうやってね、ちょっとすみません、こういうね、パンフレット、ポスターあります。どうですか？これなんか見たときに、こういうね、格闘技のボクシングとかね、格闘技のポスターを見たときに、なんとなく先入観というか、ありますよね。なんかね、独特の雰囲気が、知らないことって、なんか、みたいな。だけど僕これね全試合見ました。もうね涙が止まらないんです。とにかくね、みんななんか理由があって、初めてなんか理由があって続けて結局最後は感謝ね、感謝しかないんですね。お世話になった人、見守ってくれた人ね、何も言わずにね寄り添ってくれてる家族、奥さん、子供、みんなね、いろんな立場、いろんな環境の中でとにかく
一個のことを続けていくことに意味があるってことで、必死になってね戦ってる、相手はいるけど目の前にね、目の前に相手を殴ったり蹴ったりしなきゃいけない、そういうねお仕事ですが、違います、これも本当自分との戦いなんだなってことをリングを見ててね思いました。時には気を失って倒れる人もいます、時には血を流す人もいました、それはそうね、当たり前です。本気のね男2人が本気で殴ったり蹴ったりねしてるわけです、殴り合ってるわけですから、まあ、当然あります。だけど僕は本当に、ね、感動しました。そして最後の試合がね来るのが怖かった、最後の試合が来ないでほしいなって思いながら見てました。でもやっぱりねしょうがない、メインイベント最後の試合、本当にね心の友との僕ね本当に胸張って言えるルイ君が出てきちゃったわけですね。まあ目の前で本気でね殴られたり蹴られたりしてる見るの本当ね何とも言えない気分でしたが、まあ、最後ね終わり間際で彼の膝蹴りが入ってね、相手がもうねセコンドの方がタオル投げて終わったんですが、まあ、勝ち負けまあともかくね、まあ、勝ち負けはね当然ついちゃうんですが、まあ、そんなの関係なく本当皆さんね本当こう今ねパンフレットに載ってた皆さん本当にねかっこよかったです、本当に素晴らしい、もう自分ときちっと向き合ってね向き合って自分と戦ってる、そういうねビハインドザシーンみたいなのが本当にね、垣間見れて非常に学びがありました。本当に勉強になって本当にねルイ君にもね感謝してます、すごくいい席ね取っていただいて、本当にね感謝してます。またね次会った時にねいろいろね彼に直接ね聞きたいなと思ったりなんかもしてるんですが、なんかねインスタグラムでねお知らせしました、なんかね YouTube でも言いましたけど、価値をね祈ってくださってる方、祈ってくださってた方たくさんいらっしゃると思います。本当にね皆さんのお力もあると思います。ありがとうございます、感謝いたします。ということで、ちょっとだけねちょっとだけ試合の様子は撮ってませんが、まあ、彼のこともあるので、まあ、ちょっとだけね雰囲気だけでも味わっていただけたらなと思って最後動画にしますんで、よかったら興味ある方見てくれたらなと見ていただけたらなと思っております。ということで、風さんのライブねファイナル横浜参加される方しっかり楽しんできてください。なんかね共有したいことがあればぜひねインスタグラム DM ください、なんかねみんなでシェアしましょう、素晴らしいアーティストみんなで守っていきたい、みんなでね大事にしていきましょう。ということで、まあ、最後ね動画ルイ君とのねルイ君の試合のことをねちょっとだけ動画しますしたんで興味ある方ねよかったら見てください。ではグッズの写真お待ちしてます。ということで、また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。さよなら。さよなら。
もう自分だったら大丈夫だって言って葉っぱかけて応援してくれる人は、どん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 増えていきました。自分はやっぱり格闘家なんで、このベルトは、腰には巻いていません。やっぱり K-1 の黄金のベルトが欲しいです。今度はそれを、取りに行きます。大きな夢を抱いて挑戦して、それを実現させていただきます。